ちは、フラワーディスシンです。今日はこちらのこの花材を使って花束を作っていきます。プロティアとかアンスリウムとか、まあこうベタッとくっついちゃうとどうにもならないような花材です。なのでまあどう配置していくとこれが花束になるのか、そこが重要なポイントになっていくと思います。ではそのあたりを重点的に見てみてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、もうフラワー TV をいつも見てくださってる方はお気づきでしょうけど、まずはこのドラセナを1枚ずつにして、まあ1枚はこう長く取っておいてもいいですけど、あと全部パーツにして、これをもうフラワー TV ではおなじみですがこのように丸めてホチキスで止めて、こういうパーツを作ります。では始めていきます。まずこのプロティアを持ちます。で少しこの下の方の葉っぱを取ります。はい、でモンステラを持ちます。違うかな。はい、このようにモンスを持ちますね。そしたらここにモンスをもう一枚こう膨らませて入れたいんですけど、このまんまモンスとここがベタッとこうくっついちゃうんですね。花がね、花にくっつきます。そのために先ほどこう作ったフラワークッションです。ドラセナのフラワークッションをここの後ろのここの部分に入れていきます。まあ、その時にまあなるべくこうスパイラルで花は持っていくんですけど、まあ、以前僕がレッスンで言ってるように、スパイラルは後でも直せますので、まずはこの上の部分をきれいに仕上げていきます。まあ、これは N フラワーのレッスンで僕がいつも言ってることなんですが、スパイラルがすごいきれいにできててもこの上の部分が汚かったらモランキしないじゃないですか。逆に上の部分がきれいにできてる花束で、下がスパイラルが多少崩れててもきれいな花束でいただきたいと思いますよね、普通のね。なのでこの上がきれいになることをまず重点的に考えて、その後スパイラルを直していきます。でここにクッションを入れたら、ここにモンステラを入れますね。そうするとこう、わかりますかね、モンステラが花にくっつかない状態ができます。そしたらここにカーネーションをここに入れます。カーネーションはもう完全にこの下のクッション系の役割で今回は入れていきます。まあ、ただ中で全然見えなくしてしまうんじゃなくて、下の部分に入れる色的な感じですね。こうですね。いいですか？はい。そしたらここのカーネーションのここの下の部分ですね。花束って器にこう入れた時にこの底辺が傾いてるとグラグラしちゃうんで、ここを傾けないようにこういうクッショングリーンを入れていきます。でこの底辺を後ろから見た時とか、ここ今上に上がってるじゃないですか。こういうところを底辺をちゃんと一定の180度展開と言ってるんですけどにして、花がピシッとこう器に収まるようにしますね。はい、そしたらここでこのアンスリウムを入れましょう。アンスはもうこのカーネーションとかをクッションにすれば完全にこういう風にきれいに入ってきます。で1個はモンステラをクッションにしてこのような感じで入れましょうかね。はい、で、最後残った長くしたドラスナーをこっち側に伸ばしましょう。はい、できました。これで完成です。割と簡単にできたでしょう。でアンスのこの向きですね、向きはここで
調整ができるので自分の好きなように調整をしてみてください。少しこう傾けたければ傾けてもいいです、こうやってね。で、裏向けたければ裏向けることもできます。まあ、今回は表向けて少し斜めにした感じ、こんな感じにしたらバランスがいいんじゃないですかね。はい、ではこれで結束して正面から見てみたいと思います。では結束してみます。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。まあそんなにね多くない花材でこう効果的にそれぞれを見せるという方法ですね。まあいっぱいこう花材を使っていけば、いろんなことができますし、これだったらすごくこう暑い日でも日持ちがします。1週間は確実に持ちますね。なのでまあ少しこうやってね葉物とアンスリウムとか面の大きいものとかを合わせて楽しんでいくっていうのも、この夏の暑い時には良い方法だと思います。はい、結構後ろから見るとこうやってグリーンでかっこよく見えますね。で前から見るとこう華やか、後ろから見るとグリーンでかっこいい、まあこういうようないろんな方面から、見れる花束になってます。はい、ではね今日はこちらの花束こちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.